ロベルト・イタロレ・ネル・ドゥッツィは、カナダの元サッカー選手、サッカー指導者、元カナダ代表選手、カナダ代表監督、カナダサッカー伝道、アメリカサッカー伝道。選手時代のポジションは DF。現在は、バンクーバーホワイトキャップスの会長をしている。レディング FC で15歳で選手となった。その後、バンクーバーホワイトキャップスに創設シーズンから参加し、 1976年までは夏はバンクーバー、冬はレディングという生活を送っていた。その後バンクーバーホワイトキャップスのみとなったが、ロサンゼルスアステカスでインドアサッカーも行った時期もあった。1984年にリーグが解散、同リーグ最多出場記録の312を保有することとなった。また、その11年で11のポジションすべてを経験し、 1978年にはリーグの北米選手最優秀選手賞を受賞した。1984年にタコマスターズに移籍。1986年に再結成されたバンクーバーホワイトキャップスに加入し1年所属した。カナダ代表として47試合に出場経験がある。また、ロサンゼルスオリンピックや 1986FIFA フフワールドカップに出場した。 1987年にプロ選手を引退し、選手兼任監督としてバンクーバーホワイトキャップスで指導者となった。1988年9月に監督業一本に絞り後シーズン指揮を取り、1988年から1991年まで連覇した。1988年6月6日から1989年8月8日。 までは46試合無敗という記録を打ち立て、96勝28分24敗の成績を残した。1993年にカナダ代表監督に就任。1994フィーファワールドカップ出場に近づいたものの、メキシコ代表に敗れて、プレーオフ、プレーオフでオーストラリア代表に PK 戦で敗北し、出場権を逃した。 1998FIFA ワールドカップ予選では上位3チームに残れず敗退1997年に辞任した。2001年にカナダサッカー殿堂入りした。2005年にブリティッシュコロンビア君賞を受賞。2003年にアメリカサッカー殿堂にも入った。ありがとうございます。